はい、皆さんこんにちは、一ノ瀬はじめです。新年最初に購入したのはこちら。はい、何でしょう。ちょっと開けてみますね。じゃーん、 DJI のオスモモバイルです。今年はですね、これでちょっとガンガン撮影していきたいと思いまして購入してみました。それでは早速中身開けてみましょう。はい、はい、出るのはこちらですね。説明書、充電コード以上になります。それでは早速ですね、このエクスペリアを接続していきましょう。どっちの向きが正解なの。こうかな。ここはん、どうやって回すの。ここを回すのか。こうしてこんな感じで電源、あ、開けてすぐはバッテリーがないのかな。あ、動いた。ちょっといまいち使い方がよく分かってませんね。あ、アプリを入れなきゃいけないんだ。ちょっと一旦切って、はい、それでは取り付けていきましょう。これで閉めてこうかな。ある程度水平は保ててるので、アプリを立ち上げて、電源を押せにくいな。アプリを立ち上げて Wi-Fi つなぐのか、出てこないな。ちょっと細かい設定をやってみます。はい、詳細というか設定がとりあえず終了しました。ちょっと触ってみます。ここをこう動かすと、ん、なんか逆に動くのか、これ。こんな感じで、それでここを押すと動画で、ここを押すとカメラですね。こんな感じで、はい、今動画撮ってます。で、ここもう一回押すと停止ですね。まあ、こんな感じで、これからいろいろ触っていきたいと思いますが、今年はこのオスモモバイルを使って、がっつりまた撮影していきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。